タカチャンネルのタカです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？はい。ちょっと画角を今回から変えてみました。これが2024年度の新しい、タカチャンネルスタジオになっております。はい。今回はですね、また新たな、面白いガジェットをメーカーさんからご提供いただきましたので、そちらも、紹介していこうかなと思います。はい。今回紹介するのはこちらです。プシュー。コルボアのエアマックス A1 というですね、ミニジェットファンを紹介しようかなと思います。はい。こちらの製品なんだけど、まあ、ライトとかで結構有名なコルボアさんから出ている、まあ、いわゆる機器とかを掃除するためのエアダスターっていう形になっております。はい。で、エアダスターって皆さん何かご存知でしょうか？こういうね、家電系をたくさん持たれてる人とか、あとは自作パソコン、ああいったものを、趣味にされてる方は結構使うことも多いかなと思うんですけども、まあ、いわゆるですね、空気の力を借りてホコリだったりとかキーボードの間に入った髪の毛とかそういったものをかき出すためのいわゆる掃除グッズっていうような感じの立ち位置なのかな。早速こちらの製品一緒に見ていきたいと思います。見ていきましょう。レッツゴー。はい、お待たせいたしました。今回紹介するのはこちらのコルボアさんから出ているエアマックス A1 という製品になっております。結構コンパクトなパッケージをしていまして、かなりね、小さそうです。はい、こんな感じになっていて、開けると、まず出てきたのが説明書類ですね。はい、こんな感じで、出てきて、日本語はないかな。英語オンリーの説明書って感じです。こっちは日本語のマニュアルがあるね。なので、日本人の方でもこのマニュアル見ていただいたら、大体のことがわかるかなと思います。はい。で、こっちが製品で、わお、小さい。めちゃめちゃ小さいですね。その他、ちょっと付属品類をまず最初に見ていくと、こういった感じのですね、隙間とかを掃除する用の、まあ、先が、ちょっと伸びたノズルがあったりとか、あとは、サイド部分、なんか入ってんのかな？なんかこれの中にも入ってそうですね。はい。あ、巾着が入ってるのか。巾着と充電ケーブルのタイプ C が入っております。今回はですね、既存で使ってるエアダスターと、このコルボアさんの新しいね、エアマックス A1 っていうですね、新しい、エアダスターをですね、実際に、比べてみてですね、どっちが性能的なところいいのかなっていうところとか、そういったところも含めて見ていこうかなと思うんですけど、まず最初にちょっと軽くスペックだけ紹介させていただくと、このコルボアのエアマックスエアダスターの A1 というやつはですね、ワット数が 60W で、素材自体はアルミニウムでできているので、結構ね、頑丈そうです。で、その、まあ、アルミニウムでできてるってところもあるんですけど、重さはね、結構重くて 287g ございます。で、一応変速段数としては無段階変速になっていて、ここの部分を上に上げると起動する形で、一番上までこれ上げると、結構ね、風量がかなり、大きくなるような形になっております。で、バッテリー容量は中に 1100mAh の、バッテリーが入っていまして、大体ね、最大風力としては約15分持続使用時間として、こちら、使えるようです。はい。なので、まあ、最大にしちゃうとそこまで分数はね、使えないって感じですかね。はい。で、一応、こういったね、アタッチメントをつけると先の方がこう細くなるので、細い部位とかそういったところも、今まで使っていたこっちのエアダスターみたいな感じでですね、使うことが可能になっております。ちょっと先端太いなって感じはするんですけど、それでもですね、全然問題はなさそうです。はい。で、そもそも皆さんにですね、エアダスターをおすすめする理由って何か、わかりますでしょうか？そもそも皆さんに電動エアダスターをおすすめする理由って何なのかっていうと、エアダスターをよく使うなら、まあ、まずこのガスタイプとかよりも圧倒的にこの充電式の電動タイプの方が経済的なところで見てもお財布に優しいっていうところがまず一つ挙げられます。よくアマゾンで言ってるこういったタイプの、エアダスターなんですけど、ガスタイプこれ9本分の価格がだいたいこの金額になるんですよね。なので、そういった意味でも考えてもエアダスターをまあ、めったに使わないならガスタイプでもいいんですけど、結構な頻度僕みたいによく、まあ、ホコリを取るとかカメラのレンズのホコリを取るとかそういったもので使われる人は圧倒的にこちらの充電式のタイプの方が、お財布には お得かなっていう風に思います。ガスタイプの場合ってだいたい平均的に見ると、まあ、だいたいね1秒間に対して10メーターぐらいの風速量に対してですね、電動はだいたい倍以上の、まあ、こちら風が出すことが可能です。実際に今回のコルボアさんのやつもかなり風が出まして、例えばちょっと弱で出してみてもこんな感じ、ほら
結構風出てるの分かりますかね。じゃあ最大にするとどれぐらいかっていうと、これぐらい。もう上に張り付くぐらい、しっかりね、こういう風に行くんだよね。だから結構風力は強い。で、真ん中ぐらいにするとこれぐらいかな。うん、真ん中でも十分強いよね。うん。だから、ホコリとかああいう細々したようなゴミとかは結構取れやすいんじゃないかなっていう風に思います。はい。なので結構ね、この風の強さっていうのはね、体感していただきやすいかなってところです。ほら。ガスタイプよりもこの電動タイプのやつの方が結構ね、風っていうのは、強いので、そういった意味で僕はかなり推しています。で、結構缶タイプっていうのはですね、悪いところもありまして、何かっていうとですね、缶ってやっぱり中に圧縮されたガスっていうのが入ってるんですけど、そのガスが少なくなってくればなってくるほど、その元々最初に言った1秒間10メーターっていうその基準値の風の風速ですよね、それがどん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 こう下がってくるんですよ。なので、そういった意味でも半永久的に同じ安定性で掃除をできるっていうのは、やっぱりこういったね、電動タイプの方がいいんじゃないかなっていうふうには思っています。はい。また結構手軽っていうところも良くて、ガスタイプとかだとガスを新たに注入することはできないじゃないですか。なので、もうあとは捨てるだけっていう感じなんですけど、もうこれに関してはこれね、タイプ C の充電口がここの部分にある形になっていますので、いつでもね、モバイルバッテリーとかで充電ができるっていうところはすごいいいかなというふうに思います。じゃあ早速なんですけど、こちらの仕様を踏まえて、いろいろとですね、こちらと比較をしていきましょう。はい。まずなんですけど、こちらのコルボアのエアマックス A1 なんですけど、まず皆さんに、一番、紹介したいポイントとして、このコンパクトさですよ。このコンパクトさ、これ、だいたいですね、78×145mm の、この円柱のここの持つ部分も 38mm かしかないですね、圧倒的なコンパクトタイプなのにもかかわらずですね、結構な風力が出せるっていうところはすごいいいところです。どれぐらいの風力が出るのっていうところではあるんですけども、ちょっとソフビも用意させていただきました。このソフビに関しては、約 50g ぐらいかな、それぐらいの重さです。これが実際、どれぐらい動くのか、倒れたりそういうことができるのかどうかっていうところもちょっと見ていこうかなっていうふうに思います。例えばですね、この、画面の端、ここの距離ぐらいで、これをね、弱で当ててみましょう。まず人形が1体倒れました。ゴジラはちょっと重いかな。これ最大にしてみましょう。ほら、今動いたのわかる？こんな感じで、結構足もしっかりしてて、こんなね、重たそうなフィギュアたちも風だけの力でですね、同じ位置から、噴射して、こう吹き飛ばすことができる力になっております。はい。で、これって結構ね、この小ささから出る風としては強いもんになっていて、例えばね、これぐらい大きいダスターとかでも同じような位置からやるんですけど、人形は倒れるんだけど、こっちの人形はね、全く動かないんです。はい。なので、この、大きいエアダスターよりもこの小さいエアダスターの方が風としてもかなり強い形になっております。はい。また若干ずっしり感はあるんだけども、これ航空宇宙グレードのアルミニウムから作られているので、そういった意味でもかなりこの堅牢部分っていうところもしっかりしてますし、多少ちょっと落としたり悩んだりしたとしてもすぐに壊れるとか、そういったこともない丈夫な製品になっています。こういったね、いわゆるエアダスターとかって、こういったエアダスターっていろんな使い方ができるのよ。例えばこういったね、いわゆる窓の、間の隙間のホコリとかそういったものをかき出して外の方に、いわゆるですね、吹き飛ばしたりとかして掃除をしやすくしたりとかもできますし、あとはこういったキーボードとかの小さくてね、細かいところとかって掃除しにくいんですけど、こういったところとかもこういうふうに、あとは、僕らがよく使う仕事道具でいうカメラとかの外装に、
ついているですね、ホコリとかを、まあ、綺麗に飛ばしてあげたりとか、あとはね、電化製品で言うと PC ですよね。あとはレンズのね、部分とか、そういったものもですね、綺麗にホコリを飛ばしたりとかできるので、まあ、いろんな使い方ができますね。それ以外にもね、たくさん使うことができて、例えばなんだけど、ここの先の部分を外していただいてですね、夏場とか、ジムとか行った後、ちょっと暑いよね。暑い時とかに、これを弱ぐらいでこういう風にすることによって、かなり強風の、いわゆる扇風機とかにもなります。今、僕これ弱ぐらいでつけてるんだけど、弱だとね、ここね、こういう布を垂らすと、こんな感じ。結構、この浮いてんのわかります？ほら。切ったらわかるけど、ほら切ったら全然これクタってしてるけど、これ弱にするとね、ほら。ほら、ねじれてるでしょ。これしかも、最大にすると、もうこんな感じ。結構風強い。うん。なので、そういった運動後のクールダウンとかそういったものにも使えます。また、他にも使えることとして、僕はあんまりそういう使い方はしないんだけども、例えばカップラーメンとかコーヒーとかそういったもののムービーシーンを撮影するときとかって、湯気とかをより美味しそうにこう見せるために、まあちょっとね、この弱風とかで、風を、遠くの方から起こしたりとかもできます。はい。で、これ撮影シーンとかでも使うのに結構便利なのが、裏面に三脚穴がついてんだよね。一応ね、こういったところに三脚とかを、つけていただくと、スタンドタイプの、まあ、いわゆるですね、エアダスターとかにもなるので、それこそさっき言った撮影のシーンとかでもすごい使いやすいかなって感じです。はい。一応風速的なところで言うと、ここの一番下からちょっと出したぐらいだと、だいたいね、1秒間に、4メーターぐらい。になってるんだけど、これを最大まですると1秒間に30メーターぐらいなので、それこそさっき言ったエアダスターの一番最大の時の1秒間10メーターっていうやつの約3倍の、まあ、いわゆる風の風量にはなってるので、そう考えたらね、初期投資っていう面ではあんまり、こう最初高くて良くないなって思われる方も多いと思うんだけど、今3倍の風力がしかも充電すれば半永久的に使えるっていう風に考えると結構安いかなっていう風には思いますね。はい。これね、しかも面白い使い方ができて、よく、使われる方法の一つとしてですね、例えばなんだけど、まあ、自作 PC の中のホコリを掃除するときとかにも結構こういうエアダスターって使えるんですよ。なんですけど、自作 PC って大きい箱であれば全然問題ないんだけど、小さい箱とか中ぐらいの、まあスペースの箱とかだと結構奥の方のホコリとかって見えないんだよね。なんだけど、これに関してはね、ここの下の部分があるんだけど、ここの部分のボタンを押してあげると、ほら、ライトがつくんだよね、こういう風に。なので、暗い場所とかでもしっかり見える。で、結構こう見てもらうとわかるようにですね、かなりライトの照射も明るいのよ。なので、暗い場所とかでもしっかりこう発光してくれるかなっていう風に思います。例えばこういうね、机と、まあ、棚の間の暗い、まあ、家、こういう隙間とかに関しても、こういう風に照らしてあげればめちゃめちゃ明るくなるので、掃除もこういう感じで、ここにね、飛ばしていきやすくなります。はい。これね、ライトなかったらどんな感じなのっていうと、ライトなかったらね、結構暗くてね、見えないんですよね。けども、ライトをつけるだけでこれだけ明るくなるので、そういう意味ではね、まあ、埃とかそういったものを、掃除するにはすごい便利なんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。これは結構いいですね。はい。じゃあ最後こちらのコルボアさんのですね、エアマックス A1 というですね、エアダスター、まとめていきたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、コルボアさんから出ているエアマックス A1 というですね、こういったエアダスターを紹介させていただきました。はい。まあ、非常にですね、このアタッチメントにおいても、つけにくさとかもなくて、単純にこうスルッと、回せば普通につくし、しかもね、結構かっこいいんだよね。なので、皆さん満足していただけるかなっていうふうに思います。で、個人的に使ってみていいところ悪いところを紹介すると、こんな感じ。はい。まずいいところとして、なんといっても小さいよね。うん。今までのこれ
って結構でかいから、どこに置こうかすごい迷うことはあったんだけど、この小ささだったらデスクの上とかにちょこんと置いとくこともできるし、なおかつね、まあちょっとした、ポーチとかそういったものにも入れておくことも可能なので、これ結構いいなっていうふうに思いました。うん、で、あとは、以前のこっちはマイクロ USB の、まあいわゆる充電モデルだったんだけども、今回のこのコルバーさんに関しては、後ろがタイプ C 充電になっているっていうところもすごい良くて、最近 iPhone でもそうだし、様々なガジェットがタイプ C になりました。なので、ケーブルを1本で、ちゃんと、まとめられるっていうところも、このガジェットを使いたくなる、一つの理由かなっていうふうに思います。あとは、風力が強いっていうところと、そうですね、騒音っていうところにおいても、今までのこっちだったら、これぐらい落としたの。で、ハイライトするとこんな感じ。いや、結構モーター音がうるさいんだよね。なんだけど、今回の製品に関しては、こんな感じで、確かに最大にするとちょっとうるさいかなって感じはするんだけども、最初の時はこっちよりも、うおーって感じじゃないので、結構静かだったんじゃないかなっていうふうには思います。なので、そういった意味でも、こちらので、今回のコルバーさんのエアマックスエアン、かなりいいんじゃないかなと思います。はい。で、じゃあちょっと残念なところって何ですかっていうところなんですよ。なんですけど、そこに関して言うと、僕は過去使ってたこっち、こういったね、毛付きのブラシがついてたんですよ。はい。で、この毛付きのブラシ結構良くて、いろんなところを掃除するときにですね、こう髪の毛だったりとか、ホコリだったりとかを、その毛を使って嗅ぎ出すこともできたんだよね。なんだけど、今回のこれに関しては、そういったアタッチメントはついてなくて、もう単純にこういうね、先の方がちょっと長くなったノズルみたいなやつがついてるだけなので、そういった意味では、ちょっと若干そこの部分は掃除はしにくくなってるかなっていうふうに思います。けども、ポケットにも入るとか、ポーチとかリュックとかにも入れやすい形になってるので、非常におすすめかなというふうには思いました。はい、今回はここら辺で動画の方を終了させていただきます。この価格帯でこの性能は確実に買った方がいいかなと僕は思いますので、ぜひ皆さんこちらのですね、電動エアダスター、今までエアダスターをガス式にしていて、すぐなくなるからちょっと困ってるから検討しているとかいう人いらっしゃいましたら、僕の概要欄から買ってみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。